してプリンセスは末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。さあプリンセス、そろそろお昼寝の時間ですよ。お昼寝しないと。もうイヤイヤ期にはまだ早いでしょ。プリンセス、申し遅れました。私、翼の父で。で、なんで来たの？王様から連絡をいただいたんだ。え？まったく、真っ先に親に顔を見せに来るのが当たり前だろう。僕はナイトだから、プリンセスのそばにいないと。翼ちゃんはずっとイヤイヤ期なのね。赤ちゃん扱い？とにかく話してよ。こんなところ誰かに見られたらかっこ悪いじゃないか。ちょっとはいいかな。うわあ、もしかして翼くんのパパとママ？はじめまして。虹ヶ丘真白さん、向こうの世界で一緒に暮らしてた。お前、しばらく見ない間に結婚したのか？違うから。お母さん、恋人はまだ翼ちゃんには早いと思うわ。だから違うってば。